間の時と同じ公務となるとやっぱりあの吸血鬼の仕業か。あようやく追いついたぜ。なんかお店に書き置きがあったからさ。ふふふ、お前を凍らせてやるぞ。門番よ、ほらいつもお庭をきれいにしてる。どりゃいけなくはないけど、まあとりあえず私は急いでるの。道を開けてもらえるかしら。なんだと？お前ら私の酒が飲めないってのか。あなたたちがいるとここの空気がよどむ。本にも私にも悪い。お嬢様の邪魔をする人たちを排除するのが私の目的ですから。この最高のパーティーにあなた方を招待して差し上げたのよ。